ペルセウス座流星群、8月11日から14日くらいがたくさん流れる時期ですが、台風の影響ありそうでどうなるか微妙な感じなんですよね。最近流星はサボってたのでちょっと早めに準備です。ここ数日夜半過ぎに晴れることが多いのですが、8月5日も3時ごろ晴れていたので薄明まで撮影してみました。3時の北の空、カシオペアが頭上近くにあって東からカペラが昇ってきています。流星群の放射点はカシオペアとカペラの真ん中付近です。4時になると少し昇りますが、右上から飛ぶのがペルセウス座流星群です。3時前から4時半くらいまで撮影したものですが、1時間あたり10個以上飛んでいたので、いつもより数が増えている感じがしました。ではアトムキャム2で撮った静止画と動画を交互に流しますね。ペルセウス座流星群っぽいのは数個で、大半は散在流星ですね。晴れたら撮っておくと極大に向かって増えていくのがわかるかも。晴れるかどうか微妙な感じではありますが、流星検出はこちらのツールを使用させていただいていますが、アトムキャム2の SD カードをパソコンにコピーして検出させる運用で、検出は1時間のファイル単位の実行ですが、都度入力が面倒だったのでコマンドを列挙したバッジを使ってました。この日付のところを処理する日に変更して実行していました。その日付変更も面倒になったので勝手に処理するバッジにしました。撮影した日に処理することを前提にしてあります。謎の呪文は後で解説するとして、まずは実行してみますね。
コマンドプロンプトを起動して、フォルダ名を右クリックしてアドレスをコピーし、チェンジディレクトリの後ろで右クリックでペーストします。これで実行ディレクトリに移動したので、バッジを動かします。勝手に前日の夕方から当日の朝までを順次実行します。データがないときは勝手に次の時刻を処理します。データがあるときは流星検出を始めます。あとは終わるまでスルメでも食べながら待ちます。謎の呪文の解説です。日付からスラッシュを取り除いて YYYYMMDD にしますが、前日の夕方からなのでマイナス1してあります。夕方は17時から始めて23時までカウントアップさせています。前日の日付で17から23時までを順次処理させます。当日は日付からスラッシュを取り除いて YYYYMMDD にするだけです。0時から6時までカウントアップします。今日の処理をしますが、時刻は HH の2桁必要なので 0%%i として前に0を付け足しています。多分これで動くと思います。データがないときは無視されるので、冬に合わせて17から6時にしました。音声合成はボイスボックス、四国メタンが担当しました。